皆さんこんにちは、ミニマルです。人体をうまく描くのに避けては通れない人体解剖学。しかし学とつくとなんか難しそう、見なかったふりをしたい、避けて通りたい、別に知らなくてもいいんじゃないとなっちゃう皆さんこんにちは。そんなあなたに人体解剖学をパーツごとに分けて簡単解説、コンパクトに短い動画にまとめてプレゼント、頭のてっぺんから足の先まで人体すべてを解説していきます。これを見たらあなたの絵はクオリティアップ間違いなし、もしくは他人の絵を見てここ解剖学的に間違ってるんだよねとイチャモンをつけるクレーマーにジョブチェンジ。未来はどっちだ。それでは始まります。今回は人体の頭部を学んでいこうと思います。頭部は卵型の脳頭蓋と顔の部分に分けて組み合わせると理解しやすいです。横から見ると意外と幅があります。顎の骨の下顎骨と頬骨の骨の胸骨臼が交わる点に外耳口があります。横から見るとこの卵型の脳頭蓋の中央の位置にあります。この辺りが胸骨臼、下顎の骨が下顎骨、外耳口です。目は顔の中央の高さにあります。顔の筋肉はリアル系のイラストでもない限り描くことは少ないと思うのでここでは省略します。今回は頭部の比率と顔のパーツのフォルムなどに注目して解説していきます。こちらが男性の骨で、この下のが女性の骨です。男性の骨の方が顎が発達してがっちりしており、女性の骨は少し顎が小さめになっています。男性の方がちょっと前に出っ張っている感じもあります。頭部を描くときには顔の正面と頭の側面を分けて考えた方がいいです。側面を意識せずに描いてしまうと顔に立体感がなくなって平面的になってしまう恐れがあります。実際にはこの部分は側面になるはずですが、目が側面にまで飛び出してしまって立体感がなくなっています。顔の比率を見ていきます。頭部の生え際を一番上として眉、鼻、顎までは等間隔で分けることができます。目は頭部全体の中央にあるとさっき言いました。横から見るとこの鼻の一番くぼんだ場所を基準にまっすぐに線を引いたときに、この眉のある部分、鼻がある部分、そして上唇のある部分がその線よりも前に飛び出しています。これは男性の比率なので、先ほど頭蓋骨の説明をした時のように、女性は顎が少し小さいので男性の基準の顎の位置よりも少し短めに顎の比率を取ると女性らしくなります。両目の間の幅は目一つ分ぐらい空いています。そして目の端から輪郭までの長さは目の幅の半分ぐらいです。耳の位置は横から見ると鼻の長さとほぼ同じです。鼻の長さを基準にして線を引いていくと耳を描く基準になります。唇の立体感を観察していきます。上唇は3つのパーツに分けることができて、この真ん中の盛り上がっている部分と両端の部分に分けることができます。少し角度をつけてみると分かりますが、中央が凸になっているのでこのような立体感になります。唇を下から見上げた状態では下唇のラインが唇の輪郭になり、上から見下ろした俯瞰の状態では上唇の形が唇の輪郭になります。眼球は丸いので、まぶたを描くときには奥のまぶたが眼球に回り込むようなフォルムになります。真ん中のまぶたを紫、内側のまぶたを青、外側のまぶたを緑に分けてあります。これぐらい角度がつくと奥の緑のまぶたは眼球に回り込んで見えなくなるということです。耳のパーツです。耳は軟骨とそれ以外の部分、耳たぶでできています。後ろから見た耳は描きにくいですが、耳を3つのパーツに分けてみると理解しやすくなります。この青い土台部分とピンクの外周部分、そして耳たぶです。まず土台部分をこのように描きます。軟骨がある少し硬い外周部分を描きます。そして耳たぶをくっつけます。このように土台部分を分けて外周、そして耳たぶを付け足していくと後ろから見た耳も描きやすくなります。この絵のように完全に背後から見た場合、耳の土台と外周部分が見えます。耳の簡単な描き方です。餃子のような
形を描きます。この内側の軟骨からスタートしてぐるっと、またここからスタートしてぐるっと、でここにちょんと書いて、あとは整えていきます。このあたりに耳たぶがくっついています。ここまでに説明した頭部の比率や顔のパーツなどを踏まえて実際に描いてみます。この描き方は割とポピュラーな頭部の描き方です。まず頭部を丸く描きます。これがノーズガイのパーツになります。少し左下を向いている顔を描いてみようと思います。ボールの側面を丸く削ります。このボールを上から見るとこのように切り取っている感じです。側面に十字に真ん中に線を入れます。ここをまっすぐにすると真横を向いていることになりますが、ちょっと下を向かせておきたいので少しだけ左下がりに線を描きます。この側面の切り取った部分からまっすぐに線を下ろしておきます。この部分が顔の側面部分になるということです。この真ん中の線を横に伸ばします。同じように側面の下の部分と上の部分も伸ばします。この部分が顔の正面になるので顔の真ん中の正中線を引くつもりでまっすぐ線を引きます。顔の比率の時に解説したようにこの真ん中のラインが眉毛の高さ、そしてここが鼻の高さ、そしてここが髪の毛の生え際の高さになります。生え際から眉毛、眉毛から鼻、そして鼻から顎までの長さが同じなので等間隔に線を引きます。今回は女性の顔を描こうと思うのでこれは男性の比率なので少し顎を小さめに線を取っておきます。輪郭をつなげます。この側面のまっすぐの垂直の線から少し斜めに下ろすとちょうど顎のラインになります。耳は鼻の長さと同じぐらいなのでこの辺りに描いておきます。この真ん中のラインが眉毛の位置なのでその下に目があります。形を整えていきます。少し頭にボリュームを足して頭身を調整します。これは好みです。できました。以上です。今回の動画がお役に立ちましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ちょこっと人体解剖学はパーツごとにシリーズ化していきますのでその他の部位もよかったら見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。